でもう一回その無反応、それからなんかいい感じ、違和感っていうと、無反応ってもしかしたら、まあ一つはまだ全然浮上す、本当は点もあるんだけど浮上するだけのまだ気が熟してないってこともあると思います。あるいは全然関係ないってこともあると思います。これは分かんないです。で、いい感じがするっていうのは、ちょうどこれは揺さぶりのはずだったのが、これ自体があのこれ箱見用語なんですけど、ナリシメントになってるっていうんですよ。ナリシメント。滋養になる。だからこの言葉自体がなんか酸素みたいなもので、この酸素を供給されると本人は潤うっていうか、そういう感じで、そういう場合はこれがもうそれ自体がコアビールの書き換えの一つの一環なんですね。普通だったらこういうパターンがあるからこういうふうに考え方変えましょうみたいなね、ものが多いんだけど、こういう需要を受け取ること自体で主体がそこの部分のビリーフが変わっていくっていう変え方なんですよ。変え方の方法方が全然日行動療法的じゃないなんかこれって古風刀みたいなね、下手するとね、なんかそういう感じのなんかこう自我の育て直しみたいなことに結果的につながるようなことを、実は同じようなことやってるんじゃないかなと思うんですよ。だから、あ、ここがテーマだなっていうことが分かるし、でもそれがなんかいい感じがするんだったらそれ続ければいいんですね。そうするだけでビリーフは要するにノンバイオレンスな形で、そのビリーフがある種こう何て言うかパターンじゃなくて、ここはなんか二者関係の中でこう治っていくっていうのと同じようなことが、まあ二者関係で起きてくる、まさに起きてくるっていうことを、こうその展開に行くまで早めたわけね、この言葉を使うことで。それでこうそれを続けていくっていうよりは、それで満たされていくっていうやり方がとても穏やかですよね。これは一番なんかこう軽くて気持ちよくていい感じがするセラピーですね。で、違和感がある方っていうのは、要するにその言葉が本当は必要なんだけど、アレルギー反応が起きてるってことです。